曹操湯は中華民国の政治家、新民党主席。中国古南省慶応県生まれの外省人。戦後国民政府の台湾撤退に伴い家族と、共に台湾へ移住、台北県内の県村で育つ。国立政治大学卒業後、米国カリフォルニア大学バークレー校にて、政治学習士号を67年に、ジョージタウン大学にて、 政治学博士号を74年に取得。帰国後、大学教員を務めていた時に当時相当だった、小渓国に壊れ、英文秘書として、政界入りする。その後、小渓国の側近として、行政院新聞局副局長、同局長などを歴任した。当時最も期待されていた中国国民党、若手官僚の一人。1988年7月に行 その成果を買われて1989年に国民党中央委員会秘書長に就任、以後、台湾省主席、台湾省庁などを歴任、李登輝政権下で李登輝の片腕として活躍した。台湾省庁時代には地方への利益還元型行政を展開したこと、野球棒にジャンパーというスタイルで全国各地を回るといったパフォーマンスを行ったことなどで、 台湾住民から高い支持を得ていた。その後台湾省政府干渉下をめぐって、離党期と反目。1996年に国家発展会議で台湾省政府の機能凍結が合意されたことを受け辞表を提出するが、辞表は受理されず、1998年12月に台湾省政府が凍結されるまで省庁を務めた。省庁退任後、 2000年総統選挙への立候補を表明したことにより国民党から党籍を剥奪される。2000年の台湾総統選挙では無所属で立候補、陳水編、連戦と三つどもへの激しい選挙戦を展開した。台湾省庁時代に築いた人気から序盤の選挙戦を有利に進めたものの選挙戦中盤である1999年12月に 国民党中央委員会秘書長時代の金銭スキャンダルが報じられたこと、連戦と保守層の票を食う結果になったことなどの理由で陳水編に金差で敗れる。同年に広島緑連盟や広島連盟に代わる第三局である広市立花連盟として新民党を立ち上げ党首に就任。2004年の台湾総統選挙では国民党主席の連戦と組み、 副総統候補として出馬するが、連戦の不人気や選挙戦終盤の陳水編、襲撃事件に対する同情票として、不動票が陳水編陣営に流れたことなどが原因で、再び僅差で落選する。2005年には連戦の訪中に引き続いて、早々も、北京を訪問して、ご近闘中国共産党総書記と会談し、台湾独立反対で一致した。 2006年12月9日に行われた台北市長選挙に出馬したが、得票率4.14%と予想外の大敗を起し、選挙後の記者会見で台湾政界からの引退を表明した。2008年の北京五輪と2010年の上海万博の開幕式に連戦、五白裏と出席して、中国の古近東共産党総書記と再び会見している。 2012年総統選への立候補者認定を受けた、早々ゆ2011年1月の離党期、元総統の誕生日パーティーに出席したことが注目を浴びた。その後、馬英九総統と蔡英文民進党主席の争いとなった2012年総統選への出馬を取り沙汰されるようになり、2011年9月、100万人以上の署名が集まれば出馬するとの意向を表明し、 その後正式に立候補を届けで中央選挙委員会から正式候補者として認定された。台湾大学教授の林溝を副総統候補として再び馬に挑んだが、結果は惨敗であった。2016年総統選には民国党主席の徐金明を副総統候補として出馬したが、民進党の蔡英文、陳建民ペアに惨敗した。蔡英文政権では、 ソウソユは中国共産党と太いパイプを持つことから APEC の台湾代表にたびたび選ばれている。2016年11月、ペルーのリマで APEC が開催された際には、習近平共産党総書記の他ロシアのウラジミール・プーチン大統領、日本の安倍晋三首相など多くの出席者と会談を行っている。また、翌2017年10月、 ベトナムのダナンで開催された際にも再び、安倍首相らと会談を行ったが、習近平総書記とは短時間の接触にとどまった。2019年5月、習近平総書記の提案する一国二制度に賛同したとする、新華社の報道を否定するも、相当不姿勢の職を返上した。2019年11月13日、早々は2020年総統選挙への立候補を。 表明し、出馬した。しかし落選した。総当選に関する限り、これまで結果にはつながっていないが、従来から人心小悪術や政治的パフォーマンスに長けており、台湾省庁時代には圧倒的な人気を誇った。また、その選挙戦術にはかねてから実績があり、マスコミ関係者にも太いパイプを持っている。ありがとうございます。